パコワングランプリへようこそ。さあ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 、始まりました。パコワングランプリへようこそ。今回、コミッショナーを務めさせていただく、ワドと申します。皆さん、今宵勇気のあるリスナー、生主でも構いません。配信が大好きなバカ野郎たち、配信が大好きで大好きで仕方ないバカ野郎たち、パコってますか？生主とパコってますか？パコりたい！いや、パコった！そんなリスナーたちの凸を私は切実にお待ちしております。今日すべてをここに。パコってますか皆さん？パコってますか？パコっていきましょう。パコりますよ。パコってますよ皆さん。いいんですかこのままで？配信会がこのままでいいんでしょうか？打ち明けたい、誰かに伝えたい、あいつはパコっている、でも誰にも言えない、そんな切実な悩みを抱えた全てのパコったリスナーたち、どうですか？今日完全匿名であなたの心の闇を晴らしたくありませんか？僕は全てを受け止めます。勇気のある勇敢な凸者、ぜひ凸をかけてください。みんな待ってますよ、あなたのエピソードを。ここにいる200名のリスナーたちが待ってます。楽しんでいきましょう。待ちましょう皆さん、勇敢な凸者を待ちましょう。必ずいるはずです。必ず勇者は現れるはずです。僕は何時間でも待ちます。たった一言だけ聞きたい。パコったんですか？パコったんですか？それが言いたい。いや、必ず来る。心の内に誰かに聞いてほしいと思ってる、実は誰かとパコったんだって自慢したいリスナーは必ずいる。みんなパコってます。赤裸々に行きましょう。いいですよ、僕は完全匿名でやりますから。行きましょう。アイワドス、みんなパコりたいですか？200名の皆さん、パコりたい生主がいる人、手挙げてください。あいつとパコりたい、あんないい生主とパコってみたい、こんないい男とパコってみたい、そんな思いがあるリスナーさん、手挙げてください。生主とパコりたい生主はいますか？もしいたら手挙げてください。パコりたい、今どうしてもパコりたい生主がいたら手を挙げてください。盛り上がっていきましょう。いいですよ、どんどん行きましょう。赤裸々に行きましょう。あのイケボト、いいですよ、どんどん行きましょう。ゆっくりエンジン上げていきましょう。僕は待ちますよ。今日ボロボロ出ますよ。あれ、もしかしてあいつなんじゃないか、やっぱりあの噂は本当だったんじゃないか、そんな都市伝説級のタブーに僕は踏み込みます。タブーなんて怖くないぞ。俺は怖くない。全然怖くない。
お、問い合わせが来ました。問い合わせが来てますよ、皆さん。お、問い合わせが来てますよ。パコりたいリスナーさん、パコったリスナーさん。お、来てますよ、来てますよ。問い合わせが来てますよ、皆さん。リアルの問い合わせ来てますよ。今ちょっとリスナーさんと打ち合わせ中です。皆さんちょっと交渉をしますので、ちょっと待ってください。皆さん問い合わせ来てますよ。問い合わせが続々来てますよ。今ちょっと交渉をしてますので、もう少々お待ちください。ちょっと今交渉中です。今交渉中です。交渉中です。ちょっと待ってください。今いい感じです。さあ、いいでしょうか。さあ、どうですか、皆さん。パコってますか？パコってますか、皆さん。皆さん、パコってますか？これはニコ生ではできないですよ。いきますよ。いけません、いきますか？さあ。なんとですね、今問い合わせがありました。問い合わせがあった、勇気ある勇気ある勇気あるリスナーさん、問い合わせがありましたよ、皆さん。聞きたいですか？聞きたいですか？生主とパコったことがあるリアルな話、聞きたいですか？準備はよろしいでしょうか？これからノンフィクションで、ノンフィクションでお届けしますよ。準備いいですか？よかったら皆さん、聞く準備ができたら、聞く準備ができたら手を挙げてください。行きましょう。皆さん、聞く準備ができた方だけ挙手をお願いします。それでは行きましょう。最初のゲストの方、よろしくお願いします。第一発目、記念すべきパコワングランプリ、トツ行かせていただきます。緊張するな。行くよ。行くよ、みんな。もしもし。はい。はい、あ、もしもし、はじめまして。はじめまして。あ、はじめまして。どうも。今回の企画なんですけれども、
パコワングランプリと申します。はい。生主とパコったことがある経験のある方の赤裸々な、暴露をしていただくという企画なんですけれども、よろしいでしょうか？はい、わかってます。あ、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、リスナー歴はどれくらいあるんでしょうか？あんまり言ってしまうと、特定につながるので、大体5年という形で。結構長いですね。はい。結構5年も見てらっしゃるんですか？その辺はなんていうか、はい。中間中間。を取って、その数字にしてみたような感じですかああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。ね。特定は一切今回しないので、はルールだけちょっとお願いします。い。今回はですね、誹謗中傷を避けるために、リスナーさんの名前であったりとか、パコった生主の名前とか、一切完全に匿名ということで、その点だけよろしくお願いします。イニシャルも NG ですか？イニシャルもダメです。ただ僕がある程度の質問はさせていただきますので、答えたくない部分は、答えられないとか、答えたくないと言っていただければ大丈夫ですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに、リスナーさんは、どこの配信サイトをよく見るんでしょうか？どこというよりも、ひたすらパコれる生主を探してる感じですかひたすらパコれる生主を。ね。それはやっぱり、何歳ぐらいの女性をパコりたいっていうのがあるんでしょうか？もうそれは卵子から胚まで。卵子から胚まで。いや、何歳ぐらい？相手の年齢は問わないじゃないですか。女性であれば。ちょっと、女性であればもう何でも OK だと。ちなみに、タイプの女性とかは、芸能人で言うとどんな感じの女性がタイプなんでしょうか？芸能人ですか。芸能人で言うと。難しいですね。結構何でもいけるんでね。タイプっていうタイプがないんタですイよプっていね。うタイプはないけど、基本的に何でもいけるっていう。生理的に受け付けないレベルはちょっとあれですけれども、そうでなければ。なるほど、なるほど。ちなみになんですけど、パコった生主は何人ぐらいなんでしょうか？ざっと25人ぐらい。25人？本当ですか？ざっとですね。それも前後。25人前後。じゃあ、ふかしはダメですよ。ルールの中で、あれですよ。すべての詳細と、すべてをリアリティを含めて、本当に25人パコってるんですか？前後ですね。前後。はあ、プロですね、もというよりも、向こうから誘ってくることの方がほとんどう。あ、向こうから。で、生主をやってる女性っていうのは、やっぱ承認欲求が強いじゃないですか。そうですね。で、結構褒めてあげると喜んじゃって、ほう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 。それと長く誘われて、パコられたって言った方が正しいですかね。あ、パコったんではなくてパコられた。食われたというか、はあ、ちなみになんですけれども、パコった後にやっぱりちょっと、この子のこと支援してあげたいなとか、お小遣いあげてみようかなみたいなことはあるんですか？気持ちはありますけど、私。やっぱり金銭面が絡んでしまうと、はあ、はい。あれなんで、ちょっとした、はい。食事とか、食費とちょっか、とした買い物程度ですかね。はあ、なるほど。じゃあもう本当に、もう、なんか、ちょっ、まあ、そうですよね。応援してる生主だから、ちょっとご飯でもおごってやろうかとか、欲しいものちょっと買ってあげようかみたいなことはあるということで。なるほど、なるほど。はあ。ちなみに、ファーストパッコはいつだったんですか？ファーストパックはもう、それこそ初期の頃に出して、はい。まさかパクることになるかなんて思わず、いきなり、ぐいぐい来られましはあはあ、向こうから。て、配信でこんなことが起きるのかと。まあ、もう本当、ドキドキしますよね、シチュエーションとしては。
ほう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 。それはその生主と、会ったのは初めての段階でそのパコに至るわけですか？そうですね、もうそう、あってその日ですね。会ってその日に。はい。はあ。ちなみになんですけども、こう25名こうパコがあったということなんですけれども、5000人以上のフォロワーがいるこう生主は何人ぐらいいたんでしょうか？フォロワーですか。フォロワーというかコミュ人数というか、まあ。ああ、そういうのはあまり見ないね。やっぱもう一回そういう経験をしてしまうと、はい。自分がパコることで頭がいっぱいで、はい。他のリスナーとかもうどうでもいいですね。ああ、もう、どうでもいいみたいな。なるほど、なるほど。ちなみに、その中にはもうみんなが知ってるような有名な生主はいらっしゃったんですか？いますね。何人ぐらい？まあ、いわゆる大手と言われるような部類の人で、はい。5人ぐらい。5人。はもう絶対みんな知ってるっていうぐらい有名な方ですか？い。そうですね。まあ、やや中堅寄りの人も入ってますけど。はあ、なるほど。ちなみに、あれですか、生主の、性欲は、どういうふうにお考えになられてますか？やっぱり、性欲は強いみたいな。尋常じゃないですね。尋常じゃないです底か。なし沼ですね。はあ、ちなみに、生主といってもですね、雑談系とか、こう、歌ってみたとか、ゲーム配信とか、いろんなジャンルがあるんですけど、このジャンルはパコりやすいみたいなのってあるんですか？それがないから面白いんですよね。もう全員みたいな。まさかこの人がみたいなのもあるんで。なるほど。これからもじゃあパコるためにも配信は見続けようみたいな。そうですね。すごいですまあ、その道を生きていく覚悟を決めてるね。感じですかね。パコるために見る。そうだね。ちなみに、この配信を見てる男性リスナーの方で、こうパコりたいけどパコれない方がいっぱいいると思うんですね。何かこうアドバイスをしていただけると嬉しいんですけれども。もうどんな生主かを言っていただけると答えやすいんですけども。ああ、例えばじゃあ、リスナーさんでこの人いいなっていう生主とかいますか？リスナーさんコメントでちょっとこの生主可愛いけど口説きたいなーなんて思ってる生主がいたらちょっとコメント欄に書いていただけると、もうパコのプロの、まあ、25人パコったリスナーさんがいらっしゃいますので、定年日っていう配信者ご存知でしょうか？ちょっとググった方がいいですかね、これは。そうですね、ニコ生で有名だった生主の女の子なんですけれども、マリニャン定と年。か、マリニャンとか有名、マリニャンはああ。どうでしょうかね。マリはい。ニャンはマ有リ名。ニャはですね、マリニャンはですねってことは、マリニャン入ってますか、もしかして25人。あ、すいません。続けてください。聞いちゃいけないことあ、ですすよいません。ね、確かそれいや、は。今、ちょっとリスナーさんが、あ、マリニャンはってちょっと食い気味だったんで、すいません、ちょっああ、と、ななんるか、ほど。はい。どうぞ、じゃあ。いや、定年日さんではなく、マリニャンのはい。攻略法みたいなものでいいですか。そうですね、マリニャンでお願いします。マリニャンはですね、はい。まあ、あんな顔してるけど、可愛いって言われることによって、はい。やっぱり、勘違いしたい。けど、見にくいというふうに言われたいという願望もある。ほうほうほう。実は、かわいいともてはやされたいっていう表の願望と、深いところに実はディスられたいという願望があると。はあ。例えば、どんなふうに言葉で攻めていくんですか？まあ最初ははい。褒めて褒めて、褒めて褒めて、かわいいよとで、か。二人きりになった場面になっても、まあもうちょっと褒めて。褒めて。さあ、するのかな、お、はいはい。どうしたいの、と。はい。まあ、その時点で、そう、顔に出ますよね。おいつもどんなこと考えて一人でしてるの、と。
もうこっちのペースになっていくんですね、だんだん。いやー、すごいなー、すごいですね。いいややいや。ー、25人っていうのは、まさか初っ端からこんなにすごいのが聞けるとは思わなかったので、すいません、ありがとうございます。いえいえ。はい、ちょっと凸したいっていうコメントがありましたのあ、で、そうではい、すね。ぜひま今後た、とはい。もパコった逸話をもしよければまた次回聞かせてください。はい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。失礼いたします。失礼します。いやー、すごいですね。すごい。パコワングランプリ。盛り上がってますか、皆さん。パコってますか、皆さん。ID はですね、僕のコメント欄に、凸はこちらということで、LINE の URL が貼ってあります。凸はこちらということで、画面の下に、URL が貼ってありますので、はい、ぜひ、凸をかけてきてください。いや、すごいリアリティですね。臨場感が半端じゃないですね。臨場感が半端じゃない。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。勇敢な凸者を求めております。パコってますか？僕は全てを受け入れますよ。すごいね。スカイプ。はい。スカイプですね。あ、ごめんなさい。スカイプがないですね。ごめんなさい。スカイプはないので、申し訳ない。LINE でお願いします。スカイプはもうアンインストールしてしまいました。すいません。申し訳ない。スカイプはもうパソコンに入ってないので。 LINE やってない。ちょっと待ってね。スカイプダウンロードするよ、じゃあ。 スカイプダウンロード。スカイプ、スカイプ、あ、スカイプあるかな。スカイプあるかな。ちょっと待ってね。スカイプあったかもしれない。なんだったっけな、スカイプの ID。 ちょっと待ってくださいね。スカイプの ID を今検索してます。お、来た。スカイプ、ちょっと待ってくださいね。スカイプ今起動します。スカイプ起動できました。スカイプダウンロード成功です。スカイプ ID を貼ります。これですね。スカイプ ID こちらです。これフリーミュージックです。フリーミュージックです。はい、赤裸々な、赤裸々な、赤裸々な凸をお待ちしております。名前書いて。さあさあ、皆さん、凸お待ちしております。張り切っていきましょう。結構古いリスナー、ほう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 。結構古いリスナー、ほうほう。あ、かかってきましたね。
かかってきました。もしもし。あ、どうもどうも、和道さん。はじめまして、和道です。ですね。どうもどうも。はい。ちょっとお名前は匿名で伺わない方がいいかと思いますので、私の方からリスナーさんというふうにお呼びさせていただいてもよろしいでしょうか。あ、どうでもいいです。大丈夫でしょうか。はい。ありがとうございます。ちなみに、リスナーさんの声、皆さん届いてますか？聞こえてますか？届いてます。和道さん、ありがとうございます。大丈夫ですか。はい。ちなみに生主こう配信を見始めてどれくらい経つんでしょうか。配信見始めると6年ぐらいですね。あ、やっぱり。ありがとうございます。結構長いんですね、皆さん。和道さんとかずっと見てましたよ。ありがとうございます。嬉しいです。うん。なんかすっごい大好き、はい。見てます。ありがとうございます。もう本当に嬉しい嬉しい本当にお言葉です。ちなみになんですけれども。はい、唐突にお伺いさせていただきますけれども、パコった生主は何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。パコった生主は、はい、ちょっとこの場の雰囲気を壊しちゃって、ちょっとここで謝りたいんですけど、はい、いないですよ。はい。いないんですよ。ほうほうほう。ちょっと和道さんの今、この、はい、取れた枠と、はい、リスナーさんが喋ってる内容、ちょっとよく見ないで突しちゃったんですけど。なるほど。で、ちょっとパコりたい生の人います。なるほど。あ、それはね、もう全然名前挙げていただいて全然いいと思うので、申し訳ないです。まあ、それは全然言ってください。パコりたい生の人。大丈夫、ありがとうございます。はい。そのパコりたい生の人っていうのはもうずっと見てらっしゃるんですか？そうですね。今も配信してると思う。今も。ちなみにどこの配信サイトで配信されてるんでしょうか？ふわっちです。あ、ふわっちで今リアルタイムで配信されてる人とパコりたいと。はい。お、ありがとう。あ、これはいい凸ですね、逆に。ほうほう、いろんな配信者がいますね、今、女性のふわっちの中に。そうですね。ほう、女性生主さんも男性生主さんもいらっしゃいますけどね。うんうん。え、男性生主とパコりたいっていうのもあるんですか？あ、それもありますよ。はい。ということは、バイセクシャルっていうことですか。そうですね。はい、バイセクシャルですね。私は。はあ。あ、まあ女性も男性、どちらかっていうとどっちの方が好きなんですか。はい、女性6割、男性4割ですね。加熱んだらできるよって、はい、マジですか。はあ、はあ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 。はい。なるほどなるほど。ちなみにその今ふわっちでやってる、はい、パコりたい相手っていうのは男性なんですか、女性なんですか。たい人は男性ですね。はい、男性なんですね。はい。まあ、かっこいい生主いっぱいいますからね、本当に。ふわっちには今。ね。うんうんうん。ちなみに、その、パコりたい男性の生主を最後にちょっと一言、大声で叫んでいただいてもいいですか。和道さん、もうつまんないよ、もう帰れ。はい、次の方どうぞ。次の方どうぞ。腹立つわ。茶番はいらないんだよ。茶番はいらないから。茶番、もうこういうの一番いらないから。はい、次の方どうぞ。はい、ありがとうございました。次の方どうぞ。はい、皆さん、生主とパコった経験ある方はぜひ。キャキャさん、ありがとうございます。ふみとさん、いらっしゃい。さあ、どうなるか。やらせは一切ないですよ。やらせは一切ありません。じゃんじゃんかけてきてください。いや、今の流れくっそいらなかった。今の流れくっそいらなかった。まあ楽しかったけど。全然いいですよ、キャンキャンさん。もし面白いと思った方はフォローしてってください。フォロワーさん募集しております。よろしくお願いします。和道です。新しいフォロワーさん、長藤さん、斉藤さん、浜子さん、渡部さん、愛理さん、愛香さん、
トマトさん、殿方さんフォローありがとう。ありがとうございます。はじめ社長の二股をどう思う。僕は YouTuber とかどうでもいいです。生主のパコが聞きたい。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。さあどんどんパコっていきましょう。パコったのをペロっていきましょう。パコっていきましょう。いっぱいいると思うよ、正直。正直、パコった、お、あ、来た来た、ちょっと待って、来た。はい、もしもーし。もしもし？はい。あ、はじめまして、和道です。あ、どうも、はじめまして。はじめまして。はじめまして。今回の企画なんですけれども、はい。パコワングランプリということで、はい、生主とパコったことがある方限定のトツなんですけれども、それはよろしいでしょうか。はい、よろしいです。はい。ちなみに声はボイスチェンジャーで変えてらっしゃるということ、はい、食い気味変えてらっしゃるということでありがとうございます。はい、男性の方なんでしょうか、女性の方なんでしょうか。リスナーさんは女性です。あ、リスナーは女性です。あなたは女性ということでよろしいですか。女性です。あ、ありがとうございます、すいません。はいはい、ありがとうございます。ということは、はい、男性とパコった経験があるのを暴露したいということでよろしいですか。ですね。素晴らしい。素晴らしい。はい、待ってました。待ってました。ありがとうございます。はい。ちなみに、リスナー歴はどれくらいあるんでしょうか。2年。あ、結構じゃあ、わりかし最近見始め。そうですね。はい、なるほど、なるほど。ちなみに、よく見る配信サイトを、もしよかったら教えてください。まあ、ふわっち、はいはいはい、ツイキャス、ニコ生。ふわっちに、ツイキャス、ニコ生の順番で。はい。はい。ほうほうほう。なるほど、はい。バイセクシャルの方とかではないですよね。もう男性が。あ、違います。あ、もうじゃあ男性一本ということで。そうです。いいですね。いいですね。ちなみになんですけれども、はい。初めてそのパコったのは、生主をこう、リスナーとして見始めて、何年ぐらい経った頃なんですか。何ヶ月というか。見出して1年。はあ、はあ、じゃあちょうど1年ぐらい前。はい。はあ、いいですね。はい。じゃあもう直球で聞きますけれども。はい。何人ぐらいとパコったんですか。あ、一人です。お、いいですね。リアリティがありますね。いいですね。あ、いいですね。ちなみにもうその彼とは関係は切れてるんですか。あ、切れてはないですね。ということは、まだ関係は続いてるんですか？いや、関係はないですけど。はいはいはい。まあ、切れてはないですね。あ、付き合いは続いてるっていう感じで。はい。はあ。そうです。ちなみにそれは お付き合いをされてたってことなんですかね？それともその肉体？いや、肉体だけですね。あ、もうそれは割り切りみたいな感じで。いや、割り切りっていうか、まあ、そんな感じですかね。うん、ほう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 。はい。ちなみに、ふわっちですか？ニコ生ですか？ツイキャスですか？ニコ生もしてる方ですし、ほう。ツイキャスもなさってます。ツイキャスとニコ生をやってる生主さんですか？はい。はい。結構有名。他にもやってますね。他にもやってる。はい、結構有名な方なんですか、その男性は。まあ、うん、結構有名ですね。はあ。はい。あ、そんなに有名な、ちなみにコミュニティレベルとか、そのフォロワーの人数でいうと、どれくらいの方なんですか、そのパコった方は。ツイッターで言えば、はい、10万人は超えてます。何人 ?10 万人は超えてます。10万人超えてるの？はい。それ大丈夫なの、これ、喋ってて。あ、言いません。その人のことは言わないんで。名前は。言わないんでって、10万人の生主ってさ。で、大丈夫の、それは。ちょっと待って、絶対これ、カットできますか。カットできない、生放送だから。はい。うん、ちょっとあんまり、まずいなと思ったら、いや、言えませんって言ってね。はい、言えません。オッケーオッケー。言えません。その方とは初めて出会ったのはいつだったんですか？去年の4月ですね。はい、去年の4月。ほう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 。はい。
それはオフ会か何かですか？イベントとかオフ会とか。いや、全然全く関係ないですね。ほうほう。コンタクトをじゃあ取るようになったきっかけみたいなのは、LINE とかですか？ LINE 交換とか。はい、そうです。ほうほう。直に、うん、直に電話番号を教えてもらいました。向こうから電話番号送られてきたんですか？はい。DM で？はい。はあ、LINE から DM、LINE から番号を送られてきました。はあ、LINE はどうやって交換したんですか、その生主さんと。DM から。あ、じゃあ最初は DM で LINE やり取りしてて、はい、その、まずは電話番号が来て、今日はまあ、特別だよみたいな感じになったんですね。はい、あ、わかんないんですけどね。ほう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 。声変えますね。ちょっとすみません。声変えた方がいいですね、はい。はい。声変えましょう。はい。今、はい、あ、そうですね。ありがとうございます。はい、ああ、なるほど、なるほど。ちなみになん、はい、ちなみになんですけれども。はい。パコったのは、何回、会ってから何回目ぐらいの時にパコったんですか？1回でですね。もう1回目で。それ抱かれてもいいと思ったんですか、正直。いや、そうなるとは思ってなかった。ほう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 、もう、はい、あ、こんな流れに、正直言う、もう抱かれたいなっていう感覚はあったんですか？もう好きだなって。まあ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 、好きだなっていうのはありましたね。はい、はい、はい。じゃあまあ夢が叶ったっていうか、まあ誰も損してない世界ですからね。そうですね。あ、よ、いい感じですね。ちなみにその人に、はい、あの貢いだりとかした金額とか、はい、なんか高い高額なものとかプレゼントとかされたことはあるんですか？いや、それはないです。一回もない。はい。はあ、なるほど。ちなみになんですけど、その生主さんが他の人とパコってる可能性ってどう思われます？何人ぐらいいると思う？いや、あると思いますよ。あ、いっぱいあると。はい、あの、うん、コメントに出てる人ではないんで。そうですよね。はい、はい、大丈夫です、はい、大丈夫です。はい、はい、なるほど。もう何人ぐらいその方はパコってると思いますか、大体。いや、わかんないです。おー、はい。なるほど。すごい貴重な話。ちなみに、その、パコの方は、上手な方なんですか？達者でいらっしゃるんですか？その方は。あ、上手です。ああ、もう、どういう感じだったのか、ちょっと、差し支えなければ。え？差し支えなければ、まあ、うん、どんな感じだったのか、ちょっと、まあ、どんな感じ？はい。まあ、え？まあ、例えばこう、今まで経験してきた人数がこれくらいなんだけど、何番目にうまかったとか、うん、まあそんな感じで何でも表現。あ、一番うまかったです。あ、一番うまかったですか。はい。はあ、すごいですね。東京の方ですか、はい、その方は。そうですね。あ、違います。あ、違いますよね。はい、違います。なるほど、なるほど。はい、素晴らしい話お聞かせいただいて本当にありがとうございました。はい、あの、突を切る時のルールがあるんですけれども、ちなみに、はい、今回の話はどんな感じなんですかね？言わないでください。いや、そうじゃなくて。突を切る時は、あの、最後、あの、お約束で、あの、ちょっと一言お願いしてるんですけれども。はい、何をですか？あの、放送画面で今見れてない感じですかね？あ、待ってください。はい。5番目、その後にルールが書いてあるんですけれども、うん、フィクションですけど。あ、フィクションなんですね。あ、じゃあ大丈夫です、はい、ありがとうございました、はい、本当に貴重なお話ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。いや、この企画やべえな。これボンボン問い合わせくんだけど。この企画やべえぞ、本当に。この企画やべえぞ、ほんと。マジで敵に回すぞ、いろんな奴ら。いや、なんか冷や汗出るわ。うん。出そう。問い合わせがボンボン来ます。問い合わせがボンボン来ます。この企画やばいね。皆さん、パコってますか？パコってますか？皆さん、盛り上がってますか？どう？台本じゃないのだんだん分かってきたでしょ？
本当に問い合わせバンバン来てるよ。はい。パコったことを、暴露したい方は、どん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 、とつかけてきてください。すごいね。やっぱ話したいんだね、みんな。パコってみたいはダメですね。それ願望なんで。パコってみたいなんて、全然興味ないですね。パコったかパコってないかですから。パコったかパコってないかだけです、僕が求めてるのは。リアリティです。新しいフォロワーさん、ハブ酒大好きのタイガさん、ダイさん、アリスさん、フォローありがとう。さあさあさあ、やっていきましょう。盛り上がっていきましょう。風船ありがとう、ビールありがとう。もちろん、生主さんからの凸も歓迎ですよ。生主さんでも構いません。生主同士のパコでも構いませんよ。生主同士のパコでも全然構いません。どんどん行きましょう。いや、これはフィクションなんでね。あくまでフィクションですから。あくまでフィクションです。さあ、さあ。なぜかね、アイラがね、必死になってコメントしてるのが、アイラは自分の暴露をされるのを恐れてるんでしょうね。アイラリスナー、出てこいや！さあ、さあ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 、アイラリスナー出てこいや！いっぱい来るぞアイラリスナーは。全然 OK。 これはすごいね。でもあれだね、俺がどんどん突っ込んじゃうと大体特定できちゃうから、この駆け引きが面白いね。カソナマンシ腹増したこと、コメントで書かない方がいいよ。コメントでそういうの書いちゃダメだよ。叩かれるからね。あくまで匿名で、匿名だから。コメントで暴露しても意味ないからね。そういうのは。うん。お、アイラ、カソとしかしたことがない。サービス、サービス！アイラさん、サービス、サービス！ありがとう、アイラ。アイラはカソ生主。何人したんですか？初見さんいらっしゃい、フォローありがとう。さあ、何人来るかな、トツが。さあ、何人来るかな？どんどんかけてきてください。やばいね。いや、これはね、もうちょっと俺も興味あるし、こんな枠があったら俺も見たいと。もう要はパコった人って意外と自慢したいけど自慢するところがないんですよ。自分の枠でも言いづらいじゃないですか。だから完全匿名っていう形だったら言いやすいっていう、このリスナーとパコ、もう損するのは生主だけ。損するのはリスナーだけ。これが最高ですよ。俺はワンワンとパコってないですよ。ワンワンと俺犬猿の仲だから。これはやばい、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 すごいの来た、すごいの来た、やば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 いの来たぞ。かけるぞ、準備いい？やっべえ、これやばいの来たぞ。電話かけるよ。やば、これ行くよ。これとんでもない爆弾来るよ。これあれ出ないかな。あれ出ないな。出ないね。ちょっと待ってね。とんでもない爆弾が、とんでもない爆弾。これいっぱい来るな、問い合わせ。これはすごいよ。みんなパコってるんだね。みんな、しかもね、なぜかね、みんなね、聞いてもいないのに、メッセージ欄でパコった相手俺に言うんだよね。俺言わねえかんな。
こんな爆弾背負ってんのかよ、俺。みんなね、みんなメッセージでなぜかね、聞いてもいないのにね、相手の名前言うんだよ。これやば。なんて俺爆弾背負ってるんだよ。うん。言いたがりだね。しかも、意外、この人がっていう。いや、すごい、すごいよ、これは。すごいわ。すごいことになってるわ。ちょっと待ってくださいね。回線の不具合です。回線の不具合です。回線の不具合です。イニシャルは、イニシャルも言いません。イニシャルも絶対言いません。あくまでフィクションです。フィクションでーす。フィクションでーす。さあさあさあ。さあさあさあ。いや、ヒントも絶対言わない、これ。これやばい、爆弾。これはやばいから、言えない。俺は言わないから。これはリスナーさんと俺の信頼関係だから。ちょっと待ってね。なんだろうな、繋がらないな。あ、来た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 。来た。ちょっと待ってね。ちょっと来たよ。もしもーし、もしもし。もしもーし。もしもーし。もしもーし。はじめまして。こんにちは。こんにちは。あの、ルールなんですけれども、あの、パコッと生主は、あの、絶対完全匿名でお願いします。名前は、あの、完全に伏せるということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あの、パコニーに至る経緯まで全ての詳細を告げていただくことと、聞き遂げたリスナーさんはそれ以上は詮索しないというルールですので、安心して全てを喋ってください。はい、よろしくお願いします。ちなみに、生主、放送を見始めてどれくらいになるんでしょうか？間が空いてて、はい。2、3年前と最近見てる感じなんですけど。ああ、なるほど。2、3年前見てたのと、はい、まあ最近ちょろちょろ見始めたみたいな感じで。はい。ほー、どこの配信サイトが一番好きですか？配信サイトで言えるのかどうかわかんないですけど。はい。アベマ TV ですね。あ、アベマ TV とか見るんですね。はい。あの、なんか、アベマ TV って結構あれじゃないですか。あの、なんか芸能人とかばっかりじゃないですか。ああ、そういうのは見ないですね。ああ、生の人も。ドキュメントとか。ああ、結構、通な感じなんですね。はいはい、よくわかんないですけど、なんか、うん、ああ、うん、一応コメントもできるんで。はい。あの、男性の方でよろしいですよね、リスナーさん。あ、それは伏せておいてください。あ、男性か女性か特定しないということで。はい。わかりました。あの、パコった相手は男性ですか、女性ですか？複数です。あ、複数っていう、男性も女性もいけるっていう。いや、22の 4P だったって感じ。 4P! はい。それは生主、リスナー、リスナーですか？あ、正解です。さすがですね。マジですか？ 4P! はい、はい。はあ、そんなことは聞いてなかったなくて。そう、本当にそう、なんかオフ会みたいなことやろうよみたいなこと言われていったら、はいはい、そういう流れになっちゃって。あの、ふかしダメですよ、この放送。はい、はい。それは、なんですか、その場の流れでなんかホテルに詰め込まれてみたいな感じなんですか？
そうですね。連れ込んでみたいな。ちょっとお茶しながらもう、はい、そういう話が始まっちゃって。ほうほうほう、もうちょっとノリで 4P やろうよみたいな。はい、っていうかもう見たことあるな、この人って思って。あ、え、生主だって知らなくて会って、ナンパされてみたいな流れなんですか、それは。いや、直接連絡を取り合った生主さんは、はい。よく知ってたんですけども。もう一人のリスナーがってことですよね。いや、もう一人の生主が見たことあるなと思って、はい。ああ、なるほど、なるほど。要は、一人の生主は追っかけてた人だけど、もう一人の人も、あ、見たこと、え、有名な方ってことですか、それは。はい、今、リスナーさんにいますね。え、リスナー、今コメント書いてる中に、相手いるんですか、呼ぶ。いますね。ごめんなさい、完全匿名なので、本当申し訳ないんですけど。まあ、名前言ってないですよ、ね。ダメです、ダメです。名前も、まあ、ギリギリですよ、ギリギリ。本当に、はい、本当にまずいんで、僕、はい、恨み買いたくないんで、はい。結構有名な方なんですか、その人は。もう、一番有名なんじゃないですかね、ふわっちでは。ほう。ふわっちでは一番有名で。はい。ちなみに何ですか、その相手はどんな感じで口説いてくるんですか。口説くとかないですね、もう。なん、口説くとかない。やらないかみたいな。やるかやらないかみたいな。はあ。ほうほうほう。はあ、すごいな。すごいですね。はい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 。はあ、なるほどなるほど。え、それは何ですか、うん、ラブホテルでみたいな感じなんですか。いや、その自分と直接取り合った生主さんのお宅で。お宅の方で、はいはいはい。はい、自分のうちとちょっとご近所だったもんで、はいはい、すぐ会えるねってことになって、はい、会うことになったんですけど。なるほど。ちなみにあれですか、エリア的に言うとどの辺にお住まいなんですか。あ、関東です。あ、関東の方なんですね。はい、はい、はいはいはい、なるほどなるほど。関東の方で。ほうほうほう。はい、いや、ちょっと相手が女性か男性かわからないと、ちょっとイメージがつきづらいので、ちょっとサービスしていただくことはできないですか。どっちの生主さんのことですかね。え、どっちが生主ってこと。え、ちょっと待ってください。そうだ、俺考えてなかったけど、生主2人っていうのが男と女の可能性ありますよね。はい、そうです。え、そういうパターン。女性生主さんと男性生主さんと女性リスナー。やっぱ、そういう展開だったんですか。あ、なるほど。なるほど、なるほど。え、その生主同士はカップルみたいな感じなんですか。いや、その、あ、はい、言っていいのかな、これ。はあ。はい、まあ、言える範囲で。その女性生主さんは、特定の男性の方いらっしゃるのに、違う男性生主さんを連れていらっしゃった感じですかね。やば。ちょっと待って。その女性生主は、彼氏がいるとか、特定の生主がいるけど、別の男性を連れてきて、で、リスナーを含めて 4P をしたってことで、はい、ことですか。そうです。はい。その、女性の方が有名なんですか、男性の方が有名なんですか。いや、どっちもすごい方ですね。あ、両方とも有名な方で。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。いや、これ、はい、これすごい。その方が有名な配信サイトってどこですかね。ツイキャスとかニコ生で有名な方なんですかね。どこでも有名だと思いますけど。どこでも有名っていうことはもう結構いろんなところで。あ、でも、女性のマンションの方は、はい。ふわっちでは見た、思い聞きしたことはないです。ふわっちでは見たことない。はい、じゃあニコ生とツイキャスではもうそこそこ有名みたいな。ツイキャスあまり見ないでわからないですけど。ああ、なるほど。リスナーさんが見ないんですね、ツイキャスとか。はいはいはい。スティッカムとか。スティッカム結構古い方ですね。はい、スティッカムですか。はい、ちなみに結構スティッカムでニコ生に流れてきて有名ってことは結構コミュ人数とかかなりでかい方なんじゃないですか。です、だと思う。すごい、なんて言いますか、いわゆる、はい、自分が知ってる限りで、このプロ配信者としてちゃんと登記してお仕事をなさった人は、いやいや、もう大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。あ、そうですね。大丈夫です、大丈夫です、ありがとうございます。それは女性の方の方ですか、男性の方の方ですか。女性の方の方です。女性の方の方ですか。おー、うん、やばいな、これ。ですね。ありがとうございます。なんか赤裸々に語っていただいて。
ちなみにその 4P っていうのはどういった内容のプレイだったんでしょうか。いやー、なんと言いますか、はい、あれですね、はい、ムカデ人間みたいな。ムカデ人間みたいなプレイですか。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、ムカデ人間、はぁ、あはあ、ちょっとデコとボコとデコとボコがこう四角形になるような感じで嘘はないですよね。はぁ、あ、おー、なるほど。あー、だから4人なのかと思って。なるほど、なるほど、はぁ、あ、なるほど。ちょっと僕はだんだん身の危険を感じてきた。あぁ、はい、結構シャレにならない。これ本当ですか。はい、あ、今回なんでまた話してみようかなっていう、このムカデ人間のことを話してみようかなっていうの。あ、もう言いたくて言いたくてあ、やっぱり震えてました。そうですよね、はい、誰かに聞いてもらいたいけど、なかなかリアルでも話せないし、ネットで話しても叩かれますしね。そうですね、匿名じゃないと。とんでもない目になっちゃいますからね。ちなみにその大物ナムヌシとそのパコったの何回ぐらいあるんですか。数えきれないですね。家が近いもんで欲しい時に来て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 って言われて。あ、引っ越しましたしね、最近。最近というか、はい、最近というか一昨年あたり引っ越しましたもんね。あー、言っていいんですかね。いやいや大丈夫です、言わなくて、何も言わなくて結構です、うん。ああ、はい、何にも言わないでください。お願いですからありがとうございました。ああ、またぜひ来てください。もう僕はこれ以上せめてはフィクションですけど。ありがとうございます、お疲れ様です。いやー、すごいなこの企画。怖いよ、みんな、これやばいよ、マジでやばいな、これ。なあ、これどこまで本当なのかね。まあフィクションなんですけど、やばいねこれね。なんかね、怖い。嘘なのか本当なのかわからないけど、本当に怖い。ちなみにね、生主さんからの凸もお待ちしておりますよ。絶対名前は言いませんので安心してください。絶対名前は伏せさせていただきますので、仮想生主でも有名生主でも構いません。生主さんとパコったことがあるのをどうしても言いたいという方、匿名でお願いします。匿名でお願いします。いやー、すごいね、ムカデ人間はすごいな。ムカデ人間はすごい。いや、名前は絶対言いません。名前は絶対言いません。トツ社の名前などは一切言いませんので、はい、いやー、絶対言えないっていうか。すごいな、放送切って早くトツかけて詳細を聞きたいな。詳細、ムカデの戦闘が誰か教えてください。それコメントで言ってよ、聞くから。聞きたいことはコメントで書いてよ。あ、かかってきた。かかってきました。これマジかよ。もしもーし。はじめまして。匿名でよろしくお願いします。よろしくお願いします、匿名さん。私ね、まあ、生主で、まあ、今も引退なさったんですけど、はい。ちょっとまあ、地方に住んでる、まあ、年上の女性と、ちょっとパコりました。年上の女性と。5年ぐらい前ですね。はい。ちなみに突者さんは、はい、生放送歴はどれくらいなんでしょうか。あ、その人のリスナーは、まあ、そんな長くはないんですよ。半年とか。半年くらいで。はい。どういった抱かれちゃいました。抱かれちゃ、生主さんなんですか。その人は生主でしたね。ほう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 。何歳ぐらいの方なんですか。40ぐらいだったかな。うん、でまあ、結構ニコ生では有名でした。40ぐらいの生主で有名な生主、まあイニシャルで言うとケオリンですね。はい、なかなかいい女でしたよ。あ、そうですか。そのパコる経緯っていうのはどういった。パコる経緯は僕神奈川に住んでるんですけど、はい、でそれでその、まあ、ケオリンが、はい、要するに和歌山にいまして
で、それで、ちょっと横浜観光したいって言うから、はいはいはい、はい。だから、ホテル代がもったいないから、うちに泊まれば、みたいなこと言ったら、はい。食われました。ああ、なるほど。はい。もう、青春、ガンガン来るタイプだった。あ、青缶もしましたね。はい。和歌山の、なんだっけな、アドベンチャーワールドかな、なんか、そこで青缶もしました。あ、なるほど。はい。あ、もう、すごい。噴水の前で青缶しました。噴水の前で。はい、夜の何時ぐらいですか？いや、もう昼間です。真っ昼間です。おネタでしょ、もう。ネタじゃないですよ。ぶっ込みすぎでしょ、もう。それつけ、まあ、いろんな、まあ、なんやかんやって、和歌山のその、彼女の実家に、まあ、居候させてもらったときに、まあ、間違えてお母さんのおっぱい揉んじゃいました。そんで、追い出されました。ありがとう。和歌山から現地で静岡まで帰りました。ずるいよ、もうよくできたネタをぶっ込んでくるの。ネタじゃないです、これ全部実話です。で最終的にはその、まあ、彼女の父親に、パチンコ屋の前で3万円床地面に叩きつけて、これでのたれ死ねって言われました。これもで全部実話です。あ、これ全部実話ですね。はい、土下座して謝りましたけど、死ねって言われました。かっけはい。他にもいろいろ。でもまだ他にもですか？他にもぜひ。まあ、2年ぐらい前のクリスマス、まあ、パコってないんですけど、はい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 、まあ、ちょっとまあ、まあ、ニコ生主の女の女性の方で、まあ、手回した後泡吹かせました。はい、え、あれ手回してたの？手回して、まあ、おっぱいも揉みましたね。え、手回してたのは放送に流れてないよね？流れてないです。マグロでしたね、完全に。嘘？あれって裏で手回してたの？はい、完全にやってましたね、手回。汚ねえ、マジで。そんで、首絞めて、ぶん殴って追い出しました。汚ねえよ、マジで。なんであんなのに手出すんすか。いや、手は出してないです。手間は手出してる。手間は、まあ、マグロでしたね、完全に。ところで、じゃあ逆に、僕聞いちゃいます、和藤さんに。はい。はい、のりこさんとかどうなったんですか？のりこさんとは別れましたね、僕は。その経緯っていうのは？その経緯は、まあ、旅配信に行くんですけど、はい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 、まあ、浮気されるのが嫌だっていうことで、じゃあ別れようっていう。なるほど、はい、重い女っすね。ネタじゃないです、全部実話です、僕の。放送もしてました、その時。あ、拝見してました、爆笑しました。ワンワンとはやってません、手間だけです。放送回で。放送中です。放送中に手間しました。バンでしょ、それ。いや、だから僕、お、こいつマグロかって言ってますよ。ああ、そうですね。言ってましたね、そういう。多分 YouTube にも動画あると思いますよ。後で拝見します。はい。はい。あと、今さっきのそのムカデ人間なんですけど、うん。エミですよね、あれ感じ。ああ、やめてください。やめてください。いや、だっておかしいんだよ。やめてください。はい。命が惜しいんで。はい、やめてください。匿名だっつってんだろうがよ。匿名だっつってんだろうがよ。やめろ、やめろ、やめろ。ダメ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 。匿名フィクション、ありがとうございました、ありがとうございました。ルールは守ってください。ルールは守りましょう。いや、はい、ではですね、生主さんと、パコったことがある方、匿名でお願いします。あくまで匿名で、守秘義務をね、すべて私が背負いますので、絶対に口外はしません。いやー、すごいね、やっぱ雑談でね、あれだけ人を沸かせられる生主はね、エピソードも伝説級でした。ありがとうございます。誰とは言いませんが、さあ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 、すごいビッグネームが続々と出てきております。でもさ、これすごいね、過疎生主が出てこないんだよ。俺もっと過疎の生主のドロドロした話を聞きたかったんだけど、まあ出てくるのが万人込むよですよ。性欲強いんだね、みんなね。みんなの性欲すごいよ。これ大丈夫なのかね。さあ、どんどん行こう、どんどん行こう。やっぱサメちゃんだね。やっぱサメちゃんっていうか、まあ、サメ島さん面白いよねっていうね。うん、サメ島さん面白いよねっていうね。トツシャさんは、まあ、誰だか分かりませんけど。あ、はい。
やめましょうね。はい、探り合いとかやめましょう。ここでね、すべてを打ち明けていきましょうよ。すべてを置き去りにしていきましょう。誰かに言いたかったあのこと、このこと、あんなことやこんなこと、すべて受け止めます。新しいフォロワーさん、ユウさん、ユンユンさん、フォローありがとう。あー、すごい、本当だね。生主変態しかいないですね。ムカデ人間はびっくりしたな。ムカデ人間はびっくりしたわ。お、かかってきた、かかってきました。出ましょう。はい、もしもし、うなちゃんマンとやりました。え、うなちゃんマンとやりました。あの、これは本当実話なんです。これも、え、どういうことですか。あの、まあ、スティッカムの時なんですけど、その金蔵、うなちゃんマン、あゆか、僕で、まあ、ちょっと相沢さんの家に、まあ、足立区だったんですけど、その彼が、だからあの、サメしますわ、サメしますわ、ルールを、やめてよ、名前出しちゃダメでしょ。匿名なんじゃないのか。サメしますわ、バレてるから。ちょっとダメでしょ。サメしますわ、バレちゃうじゃん。いや、バレてるから。え、バレてないから。バレてる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 から。仕切り直し。あの、うなちゃんマンでやりました。だから、うなちゃんマンもそれダメだから、それ。なんでなんで。匿名、完全匿名だって。相手が。うなちゃんマンって言っちゃダメ。言っちゃダメでしょ。完全匿名だっつってんだから、設定間違えてんの。そういうこと。そういうこと。あ、でも僕ね、さっきのムカデ人間の人と、僕もペッティングやってますよ。え、あの、女の方と。え、いや、もしそれがそうだったら、ね、それ聞きたい、それ聞きたい、それ聞きたいです。だから昔、その、まあ、ケオリンと出会う何ヶ月か前かな、に、もう、その、まあ、その、まあ、その、ムカデ人間の女の人が、ちょっと待ってください。僕の放送にコメントしに来て、サメちゃんさん、スティッカムだったかな、あの時。サメちゃんさん、もうやめよ、これ、はい。家庭崩壊するって、マジで。そんで、だって鎌倉デートもしてるもん。いや、家庭崩壊するって、マジで。そんで、俺、なんか、アート引っ越しセンターかなんかで仕事して、膝痛めたの。わ、やべえわ、これ。で、そんで、多分その人に電話して、いや、ちょっと、体壊したって、まあ、俺のいつもの手口なんだけど、はいはい、そう言って女食うんだけど、いつも。え、なに？それで、体壊したって止めてっていうの。で、そしたら、じゃあ今からちょっとご飯買って行くねって言われて、ほうほうほう、その時に長尾台に住んでたの。いや、だから地名とかもいいから。で、抱いた。へぇ。え、うん、結構やりまんなんですか、相手は。付き合ってはないけど、大体。うん、やりまんなんじゃない、多分。ですよね。だって、ボンボン出てきますもんね。実際問題、だって俺、デートしてるもん、鎌倉。え、それ、配信外で。配信外で。うわ、リアルだな。配信外、だから、なんか、デートしてくださいって言われて。え、向こうから、向こうから、向こうから。え、じゃあ、好きだったんだ。いや、だから、向こうが俺のこと好きだって言って。うん。で、じゃあ、デートしようかって言って、鎌倉行って。え、ちなみになんですけど、これ話すの初めてですか？いや、多分、俺のリスナーは知ってると思う。あー、じゃあ、もう何回かは話してるみたいな。でも、セックスしたってのは言ってない。え、今回初？うん。何回やったんですか？いや、一回だけ。ああ、一回だな。その後、なんだっけな、ほら、え、いおりか。いおりを、まあ、名前出すな。数の暴力で叩いてるのを見て、俺はそいつを切った。おお。名前は伏せてもらってもいいですか？で、名前は伏せたら面白くない。あとは、そうだな。なんだろ、この説得力。え、うん、まあ、その、じゃあ、ダミ声の方がいらっしゃって、なんか、ん？なんかダミ声で有名な老舗。ああ、はいはいはい。はい、あれでしょ？だるまの人でしょ？そうですね。バールおじさんでしょ？ああ、それはもうスティッカムの時、はいはい、まあ、今はもういないんですけど、相沢さんっていう人の、はい、まあ、実家とつ、もう、それこそ、先駆けですよ、今の。もう、そういうところに行った時に、で、まあ、その、ダミ声のおじさんと、まあ、4人で、まあ、あゆかっていうのは、まあ、僕の彼女だったんですけど、まあ、付き合ってなかったんですけど、その時は。はい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 。で、まあ、ちょっと僕運転だったんで、はい。ちょっと休憩したいと。はいはいはい。まあ、ダダをこねて、はい。で、まあ、ラブホテル、入ろうよと。はい。で、まあ、いつもそう言った時に、うなちゃんマンも、あ、名前出しちゃったけど、そのダミ声おじさんも一緒に入って、4人で入って、で、そのダミ声おじさんが、はい、まあ、上半身裸で寝始めたんですよ。あ、まあ、いつものスタイルですね。そうそうそう。うん、だから、俺は、ほら、ラブホテルって、ほら、ローションの試供品みたいなの置いてあるじゃないですか。ありますね、ありますね。モーションみたいな。あります、あります。あれを俺は、もう、その人の背中とか体中に、まんべんなくその性感マッサージみたいに、やって、そのおじさんはかぶれてました。
俺はローションに弱いんだって言ってましたね。めちゃめちゃ仲いいじゃん。仲は良かったっ。その時仲良かったんだ。うん、何があったの？なんでこんなケンケンしてんの？なんでしょうね。あの人が多分、なんか、結構浮気症なんですよ、彼が。僕がいながら、その他の女に結構浮気しちゃうっていう。まあ、まあもう僕はもうそれはしょうがないものだと思ってるんですけど。なるほど、なるほど。でも僕はやっぱり、愛っていうのが一つだなって思ってますし。うん、あのさ、はい、本ネタぶっ込んでくるのやめてください。じゃあ和道さんは何人いるリスナーとパコったリスナーですか？あ、まあまあ要するにノリ以外に、ノリコ以外に、ノリコ以外にリスナー、言わない。ワンマンでしょ？いや、ワンマンやってない、やってない。俺大嫌いだもん、あいつ。でもワンマンから聞いたよ、和道とやったって。やってねえよ俺。こうやって嘘つくんだよね。いやいや、やめて、ほんと。ほんとにやめて。俺やってないから。俺やってないからやめて、ほんとに。知ってんだ、全部。は、ワンワンそんなこと言ってたの？言ってたよ。やってないよ、俺。だから、ノリコと付き合ってる時にやってるじゃん。やってないってこと。よく言うよ。それ、ほんとにまずいやつ。それ、ほんとにまずいやつ。いや、まずいやつ。違う。そういうことやるから、ほんとに大変なの知ってるぞ。いや、でも、だって、ダメ。だって、もう別れたんでしょ、別に問題ない。でも、別れたじゃなくて、俺はやってないから。完全にあれだよね、はじめ社長の手口だよ。いや、やってないよ。もう、ほんと汚ねえ、こいつ。ほんとに汚ねえよ。汚くない。やってない。ワンワンは俺に嘘つかない。ダメ。そんなこと絶対ありえない。いや、だから、ノリコさんと、だから、あれだ。ダメ、今、後ろにいるんだって、ダメだって、本当に減らっちゃうから、ダメ。12月の段階では付き合ってたじゃない、俺の家。付き合ってたよ。12月の頭にやったって言ってたよ、ワンワン。やってないわ、会ってないもん。俺連絡先もするよ、ね。いや、もう勘弁してよ、本当にダメ。じゃあ、なんでそこまでワンワンを避けるの？だから、汚ねえじゃん、あいつ、水虫なんだよ。なんで知ってんの、そんなこと。いや、だって俺初めて会ったとき、あいつベロンベロンになってさ、なんか、足で、まあ、水ぶくれになってたんだもん。だからそれはどうでもいいんだけど、だやってるからそうやって避けるんだよ。やってないって、本当に。ああ、やだね、男って怖いよ、本当に。うわ、汚ねえ、鮫島。汚ねえよ、俺本当に。まだ和道さんのバグロ。いや、もうない、ね。あるある。え、何、持ってんの？持ってるよ。言ってみいだよ。他にものりこさんと付き合ってる時一人いるよね。いや、いないって、もう勘弁してよ。勘弁しても。名前言う？じゃあ聞くわ。名前言おうか。うん。大変だ、多分包丁持ってない、後ろで。いや、まあ聞いてみるよ。一応。うん。言っていいの？いいよ。じゃあイニシャル言うよ。いや、いいよ。もう本腰で名前言うよ。いや、イニシャル言うよ。うん。K。K。うん。え、下の名前？いや、下の名前。下の名前 K？ 誰か？リスナーさん。下の名前 K。 うん。あとワンワン。下の名前 K。 うん。ほーん。ねえ、なんか人のことをさ、追い込もうとしてるけど、自分はずるいよね。でもワンワンとやったっての俺知ってるし、のりこちゃんと付き合ってる時に。いやいや、俺浮気なんか絶対してないもん。してるじゃん。してないって。え、LINE もらってるよ、ワンワンから。やりとり。うん。うん。え？いや、もう勘弁して、ほんとに。その件はもうほんと勘弁してくれ。いや、その件は勘弁してじゃないで。いや、認めなよ。無理。マジで無理って。じゃあ認めなよ、それは。いや、やってないよ、俺。やってるじゃん。やってないって。いや、もう本当に、それ本当に減らっちゃうんだって。いや、減らっちゃうじゃなくて、事実はあなたが減らす。いや、俺やってないって。いや、やってるもん。やってないよ。ワンワン呼ぼうか、今。いや、もういいよ。呼ぼうか、ワンワン。いや、いいよ、呼ばなくて。ワンワン呼ぼうか？いや、じゃあいいよ、全然俺、後ろめたいことないもん。やってないもん。いや、やってるもん。いいよ、じゃあいいよ、呼んでよ、じゃあ。ちょっと待って、今、スカイプ見てる。いや、ログインしてるかわかんないから。いや、もうほんとめんどくせえ、マジで。あ、今いないわ。いない、だから俺ないもん、後ろめたいこと。でもあるもんね。ない。実際やってるもんね、ワンワン。やってないよ。あの、のりこさんと付き合ってるから。ない。ワンワンとなんか絶対やらない、俺。またよく言うよ、それ。もう、わかってるよね。あ、ごめん、鮫島さん、あの、なんか次の突射さんが来てるから。じゃあもう、つまんないんだよ。イニシャル何も言わない匿名でとか。いいなよ。何がいいなよって。なんその守りに入ったか。なんかさ、うやむやのまんまなんか自分だけが盛り上がってて、みんな盛り上がってないんだよ。ねえ、コメント読んでごらんよ。いや、別にやばくないよってみんな言ってるよ。だってみんな何を言ってるか分かってないもん。ネツさんはムカデ人間のエミのことだって、言わないわけじゃん。名前は出すのやめよ。
いや、名前を出さなきゃ意味ないでしょ。そんなの。いや、まあ、わかんないよ、エミさんかどうか。いや、エミだって、スティッカムからいう女配信者なんで、エミぐらい、エミしかいないもん。だから、いや、でも俺。マシは大手でしょ、エミしかいないよ。いや、本当に離婚になるって、あれ。え、もう一人の男は誰なの？それ聞いてない。俺知ってる人？聞いてない、聞いてない、俺。でも男も有名だって言ってたよ。なんかな、パッとしないな。なんでパッとしないって。エミと便所太郎だろ、多分。いや、違うんじゃないの？だって。いやー、便所太郎も結構あれだよ、あいつもすごいよ。俺はそんなこと言ってないからね。俺はそんな。便所太郎、あの、俺さ、企画があるんだよ。俺さ、ちょっと、便所太郎さんは勘弁してくんね。俺、もうさ、6月10日までさ、事件起こした。いや、でも、便所太郎は、もうやめろって、もう正直、黒いよ、あの人は。いや、もういいわ。もう俺が言ってるわけじゃないからね。俺が言ってるわけじゃないから。いや、だけど事実だ。いや、俺は便所さんと今、喧嘩したくないから。いや、喧嘩したくないんじゃなくて、これは暴露のあれなんでしょ。暴露のわけで。でも、匿名でだよ。完全匿名じゃねえじゃん。なんで俺だけサメ島って名前出さなきゃいけないの。うなちゃんマンって言ってるからでしょ、さっきからエミさん。違うじゃん、俺の名前出しちゃったし。匿名のあれはパターンしてる。ダメだよ、完全公開でいかないと。なんで企画を壊すんだよ。いや、企画を壊すんだじゃない。完全公開でいかなきゃ面白くないっつってんの。ごめんごめん。っていうか、この企画、もう怖えな。やばいネタでどんなのが来てる、あの、ニュアンスで。ニュアンスで、いや、まあ今来てんのはムカデ人間が俺は一番やばいと思ったけど聞いた。全然やばくないでしょ。嘘。え、もっとやばいな。結婚前でしょ、別に。あ、まあ結婚前のね。じゃあ問題ないじゃん。まあね、まあね。いや、でもさ、引きずるっていうかさ、ほら、なんつうの、もう作家なわけじゃん、ベストセラーの。まあね。うん。まあまあ、スキャンダル。これスキャンダルだよ、これ。いや、だからって中村うさぎにスキャンダルがないんですかって話じゃん。まあまあそうだね。そういうことじゃん、まあ。そういうことだよね。作家なんてね、色を好んでね。作家だって、やっぱそういうことに想像力豊かだから、やっぱそういうものができるんじゃない？なるほど、なるほど。まあそれは一例ありますよね。あるよね。うん、作家としてなんか箔がついたみたいなね。そんな暴露じゃないもん、ね。そんな言うほど。そんな別にムカデ人間ですとか、ちょっとなんか脚色入ってる。若干入ってたよね。入ってね。じゃあ、ワドさん、ワンワンのこと認めなよ。いや、認めないって。やってないもん、俺。いや、自分だってそういうネタあるのに、人の暴露とかやっちゃダメでしょ。いや、ないないない。俺、生主と、あれ、ないよ。いや、わかんない。ないよとかじゃないよ。あるんだから。ないって、本当に。あるんだよ。のりちゃんいる今。のんたん変われるのんたんのんたん、鮫島さんがちょっと変わってって言ってる。嫌だって。クソボラ。クソババとか言わないの。ないよ、俺。のんたん。別れたくせになんで一緒にいるの。いや、だから、まあ、あれあれ、また台本やっちゃった。いや、台本なんてやったことない。また詐欺。また詐欺とか言うな。またそうやってリスナーを騙すんだ。鮫島さんがそういうこと言うから、俺、ふわっち来てから、ほんとイメージ。あれ、別れたんでしょ。じゃあ、イメージを変えていきたい。クリーンな配信者に俺は。いや、クリーンじゃないじゃん、今やってることが。いや、全然クリーンでしょ。別れたんじゃないの。いや、別れたよ。別れてないじゃん。じゃあなんで今言うの？いや、いていいじゃん、別に。いや、おかしいじゃん。別れたとか言って。あ、台本だったの？いや、台本とかないよ。もうやめてよ、もう。そうやってさ、俺のイメージ崩してくる。うわ、最低だね。もうやめて、本当に。影響力あるんだ。そういうことやるんだ。いや、そういうことやるんだ。お前、あれだな。懲りてね、みたいだな。江ノ島で。え？お前、江ノ島で懲りてね、みたいだな。いや、海？お前、今の時期の海めっちゃ寒いよ。まだ言うの？お前懲りてねえな。もう海ほんと好きだよね。いや、お前はだあれで見とけをやったんだよ。ちょっとね、海にとらわれすぎてるよ、ほんとに。俺もそれは自分で。海やったらウケるみたいなのあるでしょ、正直。いや、でももうやんないよ、俺。あれはやりたくない。海はやんない。そんなことはどうでもいいんだよ。あの、実名公開でお願いします。いや、まあ、実名公開って言っても、そしたら、あれじゃん、叩かれる。だって、パコったことがあるリスナーのナンバーワンを決めるとつまちとか言って。鮫島さん、裏側の話でいい？なんで完全公開か。これ、もう放送オフレコの話よ。いや、オフレコとかいらない。オフレコの話なんだけど、リスナーさんには絶対言えないけど、匿名だって言わないとさ、かけてこれないじゃん。それあるじゃん。かけるでしょ。え？いや、別にリスナーさんが名乗る必要はないじゃん。まあね。誰とやったかなんて、その公開しなきゃ面白くないじゃん。まあ、だけどさ、その、繋がってるさ、リスナーと配信者だったら、切れちゃうじゃん。お前、暴露したら、ワードの枠で、みたいになるでしょ。いや、別にもう切れてんじゃない？多分、そもそも。まあ、無理。もうなんかね、その、はじめ社長の2番煎じなんだよね、結局やってることが。まあ、ね。ゴテゴテなんだよね。まあね。え、でも、鮫島さんさ、そんなこと言って、もう、リスナーとパコりまくってんでしょ？もう、こんだけ有名で。いやいや、全然全然。いや、絶対やってる。バカバカバカ、俺全然だよ、マジで。何俺絶対上がってこないよ、そういう暴露。何ないもん。
ゼロ。もうだって付き合うもん、俺。あー、責任取るんだ。うん、付き合わなかったらやんないし、俺。なるほど。え、生主ももちろん、もちろん。確かに。俺絶対ないよ。確かに変な噂聞いたことないよ。絶対ないもん、あるわけないじゃん。だってやってないもん。本当はあるんでしょ。ない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 。絶対ない。え、それさ、俺にさ、ワンワンって言ったけど、それ自分が、いや、マジでない。自分がやったからでしょ。どんだけ探ってもいい。本当はやってたんでしょ。だって今彼女いるけど、うん、まあリスナーさんなんだけど、でそれはもう全部自分の放送で公開してるし、あ、まあね、うん、みんな絶対ないよ俺、うん、どんだけ荒探ししてもないよ俺。あ、そう、俺もないよ。でも和藤さんあるもん、ね、俺もないって。あるじゃん。ないよ。あるじゃん。ないっつってんでしょ。あ、じゃああのこと言っちゃおうかな。なんだよあのこと。何あのこと。のりこちゃんのことをなんて呼んでるか本当わかるね。何それ、なんで知ってんの。いや知ってるよ、それは裏から聞いてるもんね。なんて言ってんの。ねえ、のりこさんのことを陰でなんて言ってんだって、うん、彼、あなたは。いや別に俺のんたんって呼んでるよ。いやいや、それは表向きでしょ。いや表向きじゃない、本当にだって普通にのんたんって呼んでるよ。裏では平家ババアって。言ってねえわ。言ってんじゃん。言ってねえわ。だから中田師兄弟だって。うるせえよ。あ、それ俺だ、俺だ。そうでしょ、俺が言ってたんだ、うん、顔。そうだよ、悪口だよそれ。最低だわ本当に。いやでもしょうがないじゃん、平気してんの。平気じゃないの。いいの。もうダメなの、そういうこと言ったら。でも人数いる割には盛り上がんないんだよな。まあそれはね、所詮和道みたいなとこあんだよな。そうなんだよね。ダメなんだよ、人皮抜けないんだよな。そうなんだよね。どうしたらいいんだろうね今後。だから、うん、完全公開しなきゃダメでしょ。だから完全公開っつってもさ、探り合うのが面白いんじゃん、リスナーさん。ダメダメダメ。じゃあそれは面白くないもん全然。こんなに人数多いことなんで、和道くんないじゃん。まあ、頑張ってるよね。ねえ。うん、なのに、このチャンスを生かさないってのはダメよ。分かったよ。じゃあ完全公開で行きますよ、こっから先は。でも、トツかかんなくなっちゃうかもしんないよ。いや、それは分かんないよ。まあ、それはあなたの力量じゃん。力量なんだ。分かった。じゃあ、それも加味してやってくよ、俺。そもそも和道さん、そんなに話題性ないから、かかってこないでしょ。うるせえよ。完全匿名だろうが何だろうが。うるせえよ。そこはつつくなよ。ね、結局そういうことじゃん。ああ、そうだね。じゃあ、うん、まあそれだけ言いたいことはそれだけだ。またな。ありがとう、ありがとうございました。鮫島さん、ありがとう。ういっす。いやー、喋りうめえな、ほんと抜群に喋りうめえかも。ずっと聞いてられるよね。はい、じゃああれですね、仕切り直していきましょう。鮫島さん、やっぱ面白いね。面白いわ。ピンの配信でアクティブね、1000人近く集めるだけあるよ。あー、勉強になるわ。さあ、盛り上げていただいたので、このまま盛り上がっていきましょう。でもさ、なんかやだよ俺。なんかこれがきっかけでさ、なんか家庭内がなんか嫌な感じになるとかさ。新しいフォロワーさん、ジーマさん、フォローありがとう。そういうのは嫌だな。コトカとやったやつ知らない。いや全然聞いてないですよ、そんなの。誰だろうね、コトカとやったやつ。ニコニコくんさん、いらっしゃい。あくまでね、やっぱりね、誹謗中傷とかをする目的じゃないから、匿名でいきましょう。匿名で、全部フィクションですから。パコリは最高。でも結構ね、あるんだろうね。結婚、いや席は入れてないよ。うん、与太丸さん、いらっしゃい。初見さん、いらっしゃい。いやー、すごいわ。なんかもう問い合わせがすごすぎる。もしね、あの生主とパコった経験がある方で暴露したい方はぜひぜひ。ワッキーさん、いらっしゃい。パコったことを暴露したい方、聞いてもらいたい方、とつ待ってます。
はい、問い合わせが来てますよ。ちょっとね、これはパコリじゃないんですけど、パコリじゃなくてもいいですかっていうのが来てますけど、皆さんどうですか。パコリじゃないんですけども、下ネタ系でちょっと暴露したいことがあるんですけどっていうことで、聞きたい人いますか。パコリではないけど、ちょっとこういう下ネタ的なことがあってみたいな。OK ですか。じゃあ行きますよ。ちょっとパコリとはちょっとずれちゃうかもしれないんですけど、行きましょう。続いての方は女性の方です。もしもし。もしもし。あ、もしもし。あ、女性の方ですね。和道です、はい、よろしくお願いします。はいはい、あ、ちょっと待ってください。ミュートにします。あ、よろしくお願いします。はい、すみません。はい、生主を追っかけて、まあリスナーさん歴っていうかね、どれくらいはい、あのリスナーさんをやってるのか、歴をちょっと教えてください。ニコ生からで2年半ぐらい。あ、まあじゃあ割かしそんなに古くない。ほうほうほう。好きな生主はどんな方が好きなんですか。はい、よく見る配信者は。浅野光先生とか。あ、はいはい、漫画家のね。和道さん。あ、僕の放送、はい、ありがとうございます。そっちニコ生で、あと和道さん。はい。あ、嬉しいです。今回なんかパコリではないんですけど、はい、お話ししたいことがあるっていうことで、なんかちょっとパコリに関係あるようなことなんでしょうか。下なんですけど。はいはいはい。どういった、写メを求められたんですよ。写メをくれと。ほうほうほう。それは何ですか。ちょっと可愛いか可愛くないか確認したいから、ちょっと顔の写メ送ってくれよみたいな感じですか。いや、顔ではなくて、はい、顔は関係ない様子で。顔は関係ない。ほう。はい、胸とおっぱい、はい、下。胸とおっぱいの、あれ、これどっかで聞いたことあんな。はまあいいや。胸とおっぱいの、おっぱいと、おっぱいはおっぱいで、それから、あ、これどっかで聞いたことある。それから、はい、おっぱい、下部、下部です。それは何ですか、開いた状態っていうか、閉じた状態。表面上、表面の状態を、写メが欲しいと。はい。はい、それを送ってしまったんですか、はい、それを。送りましたね。なんかすごい急いでたんですよ、その人。それってもしかしてトイレに行く前じゃない。放送中にトイレに行く前に、なんか放送中に、なんか毎度とか言いながら、なんか LINE よくいじってますよね、あの人。まあ誰とは言いませんけど、完全匿名なんで。で、はい、で急になんかピコンってなったら、あ、ちょっとトイレ行ってくるわって言って、ちょっとアイテムよろしくとか言って、トイレに行ってる間、なんかすごいすごいすっきりした顔で帰ってくる配信者ですよね。あ、そうですね、そう言われてますね。それ結構僕の枠で有名で、今回2件目なんですよ、その話題の提供が。あ、まあ誰とは言いませんけど。そうなんですか、はい、2番煎じでしたか。そうなんですよ、実はのんたんもですね、オナペットにされておりまして、僕の元カノも。のんたん配信中に、あれですね、常習犯ですね、その人。そうですね、他のもっと他の方のも聞いたことあります。やっぱやってるっていう、私も来たみたいな。なんで配信中にそのオナニーをしたがるんですかね、彼は。なんでしょうね、しかも急いでるんですよね。どういうはよはよって、はよはよってくるんですか、LINE で。そう、ちょっとその文面どんな感じなのか、はい、ちょっと今なんかログとかなんかちょっと辿って読んでもらったりとかできないんですか。その ね、消しちゃったんですよ、恥ずかしくて。まあそうですよね。すごいプロですね。でもまあはい、はい、ちょっと、はい、私、ちょっと毛が
あるんで、毛がある。嫌だって言ったら、はい、毛深いってことですか？髪の毛の毛深いっていうか、髪の毛、はい、ちょっとごめん、きちんとしてなかったんですね。あ、処理、アンダーの処理を処理してない。処理してない。アンダー処理をしてなかったんですけど。なるほど。それがいいんじゃはよみたいな。あ、もうそっちの方がいいと。あ、もうあれ、はい、あれですね、本当。あ、本当にサンリオも怒りますよね、本当に。うん、そうですね、サンリオさんは多分それで、そりゃサンリオも契約切りますよね、本当に。正解ですよ、サンリオは。あ、ちなみになんですけど、なんでその写メ送っちゃうんですか？なんか、はい、なんか急いでてすごく欲しそうに、それをしてくれないと、はい、もう僕は生きていけないみたいな。はい、このままどうしてくれるんやみたいな、そういう感じで、はい、どうしようが何も送るしかないかってなって、変態ですよね、完全に。完全に変態ですよね。だってあれ、もうプロとか名乗ってますけど、完全に自分のオナニーを盛り上げる、興奮するためだけの放送じゃないですか、それって。俺放送中にこんなことしてるって、放送全部オナニーですよ、彼の放送は。いやー、いやー、ちなみに、そろそろ突を切らせていただきますけど、もちろんフィクションですよね。はい、え、あのフィクションですけど。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。あー、いやー、すげーなー。2件目だからね。2件目だよ、2件目。うん、2件目だよ。あ、もうかかってきた。おい、はい、あの、お前、はい、俺のことバカにしてんの？いや、バカにしてないです。お前、いや、バカにしてないですよ。俺のこと殺すって言った？いや、言ってないです、言ってないです。言ったお前。いや、言ってないですよ。なあ、いや、言ってないです。なあ、いやいや、僕逆らわないですよ、絶対。そんな言わないです。いや、お前、俺のことをバカにしてるよね。いや、そんなことないですよ、全然。お前、佐野が言ってたよ。いやいやいや、だってあんなのと、お前、はい、お、いや、何、はい、文句あんの？ないです。何？ないです、全然。俺が悪いの？いやいや、そんなことないですよ、僕が悪い。俺が死ねばいいの？死ねばいい。どう言いたいの？いや、ダメですよ、死んだら。何、暴露？はい、暴露です。あるよ。あるんすか？あるある、いっぱいある。いっぱいあるんすか？いっぱいあるよ。笑ったらダメ。いや、笑ってない、いっぱいあるよ。いっぱいあるんすか？何がいい、どんな系がいい？やっぱりそのなんかこう、うん、やばい系。極道の、ね、あ、極道あるある。極道あるあるよ。極道あるある。いや、怒られるからさ、もうやめようよ。極道あるあるあるよ。あるの。あるよ。はい、いいのがあるよ。あのさ、見切り発車でさ、あの考えながら喋るのやめてよ、ほんとに。極道のあるあるでしょ。あるんでしょ。そう、だからあれだよ。今考えてるじゃん。いや、考えてないよ。何が？いや、指食べちゃったってやつ。もうね、ほんと。極道あるよね。いや、ほんとに怒られるよ、ほんとに。他のなんかないの？なんか欲しいの？欲しいのないよ。何でもあるよ。だから怒られるから、やっぱやめなさいっつうの。怖いもの知らずなんだよ、ほんとに。何でもあるよ。何でも言ってごらん。言ってごらん。じゃあ、リスナーさんに聞いてみようか。おう。おい、なんだよ、おめえ、この野郎。おい、佐野、お前、おい。おい、おい、佐野。なんかあっちゃうの、おめえ、てめえ、この野郎、おめえ、ふかしやがって。俺のこと殺すって言ったろ、殺すって言ってんに決まってんだろ、佐野、お前、この野郎。やらぶさ。おい、お前。あ、ごらん、ごらん。あ、ごらん、ごらん。おい、来てみろよ、この野郎。佐野、お前。ビッケル、佐野だよ、この野郎。俺のこと。殺すって言ったろ。殺してみろっつってんだろうが、この野郎。俺を殺せるんだ、お前。あ、ゲルゲ。あ、この野郎。ゲルゲ、黙ってろ、お前。あ、ゲルゲ、黙ってろ、この野郎。おめえ関係ねえだろ。ゲルゲは関係ねえんだ。なんだよ。お前に用があんだよ。なんだよ、これ。お前。なんだよ、じゃねえよ、お前。全然、お前。俺の悪口言ってんだろ。お前、全然エンジンかかんねえな、このゴリラ。何がエンジンだ、お前。お前な、一回目見なきゃ。なんだ、ガソリン入れてねえよ。何や、お前。ガソリン入れ忘れちゃってんだから、お前、ゴリラよ。誰がゴリラだよ。ゴリラ、バカ、お前、俺のバイクだよ。お前、バイク持ってねえだろ。バイクもリスナーさんが買ってくれんだよ、バイクをよ。うるせえ、家賃払え、バカ。なんだてめえ、この野郎。家賃払え、お前よ。ああ、家賃払えよ。それが人の道ってもんでしょ。バカはバカだね。お前がバカじゃ、一番。はい、
あんたたち行くわよ。うるせえ、KP。KP。KP。うるせえわ、もう。なんだよ、もう。自分のネタやりたいだけでしょ、もう。自分のネタやりたいだけでしょ。KP じゃねえわ。うるせえ、KP とか言って。ネタが豊富すぎるわ、もう。面白かったね。なんなんだよ、このスペシャルゲスト感。放送大好きなんだろうね。もう放送が好きで好きでしょうがないんだろうね。もう本当に盛り上がってるところ絶対一つかけてくるもんね。いやーすごいわ、なんか先輩かっけーな。スペシャルゲスト扱いみたいになってる感じ、ほんとなんか感動するよね。ぐらい話聞きたいっすね、そろそろね。さあさあさあ、パコワングランプリ、皆さんパコってますか？皆さん、パコってますか？今宵、すごい伝説が数々生まれております。某有名配信者の、暴露が続いております。もうね、ちょっといい加減もうお腹が痛くなってくるぐらいの暴露が続いてるんで、そろそろね、もう本当にきつい。今までじゃあ暴露された、生主さんね、まあ匿名なんでリスナーさん気づいてない方もいると思いますけれども、ね、いろんな人がいましたね、本当に。リスナーさんにね、おっぱいの写メ送ってくれって言って生放送中にね、ちょっとトイレに行ってね、オナニーしちゃう配信者とかもいますし、配信者ってダメですね、本当に。性欲が強すぎる。すごい性欲が強い。いやでもな、俺あの人憧れてたんだよな、ちょっとショックだな。結構憧れの生主だったから、なんか地味に凹んでるんだよね。あの人そんなことする人なんだ、みたいな。いやでもわかりませんよ、これ。噂ですから、あくまで。嘘ついてる可能性も、なきにしもあらずですから。あくまでフィクションですからね。フィクションですから。そこら辺をね、ご了承ください。あいら、香川好きだったんだ。いやいやいや、ダメ、ダメ、ダメ。ダメ。笑えない話はしません。笑えない話はしません。自分が責任を負える範囲でやります、僕は。はい。笑えない話はできません。ね、ちょっとね、LINE とかで相談が来てね、笑えないぐらいエグい話とかも来るんで、その辺はね、僕の方でセーブさせていただきます。さて、では、そろそろ、パコワングランプリ、お別れの時間が、やってまいりました。皆さん、パコワングランプリ、お楽しみいただけたでしょうか？生主には、いろんなドラマがあります。あんな配信者、こんな配信者、いつか抱いてやりたい。いつか俺のものにしたい。憧れの誰々くんと、ベッドを共にしたい。憧れの誰々ちゃんと、共に一夜を過ごしたい。そんな暑い夜を過ごした数々の生主、数々のリスナーさんたちに盛大な拍手をお願いします。それでは皆さんありがとうございました。パコワングランプリ第2回を開催されることをね、ぜひお楽しみください。また会いましょう。ありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん、もう。